ボートレース予約のゴールデンウィークは前半の関西スポーツ新聞5社杯争奪 G3 オールレディースビーナスチャンカップ、いよいよ最終日ジュニエース頂上決戦優勝戦を迎えます。コース取りは1、2、3、4、5、6枠内の模様です。水面コンディションは追い風が現在 4、5 メートルぐらいでしょうか。波高が5、6センチ、全体的に少し波立っているようです。気温15度、水温19度。各艇これからホーム側に入ってまいります。インコースには1号艇愛知宇野弥生、2コース2号艇滋賀遠藤恵美、3コースに3号艇愛知水野望み、4コース4号艇福岡日高いつこ、5コース5号艇福岡藤崎さゆり、6コース6号艇岡山の田口節子です。やはり注目人気はまずインの1番の宇野、シリーズリーダー。このシリーズはインコース3戦3勝、そして今日は後半から1号艇の勝ちがついています。人気対抗は地元2番の遠藤です。6番田口は節位置モーター51号機のパワーをフルに発揮、そして3番水野、5番藤崎は3月レディースオールスターに続く優出。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番第12レース優勝戦スタートしました。インからまずは1番の宇野がいいスタートを決めています。ダッシュ勢も伸びていく。さあここはインから一気に押し切っていくか。1番の宇野、宇野が押し切っていく。2コースから2番の遠藤が刺す。やや膨らんだ1番の宇野、刺した2番の遠藤がここで並びました。トップ並走状態。3番手には3番の溝がついている。2番1番並んでいますが、ここで内から2番の遠藤が伸びるか。1番の宇野はパワーもあります。そして3番手は3番の水野、後方3艇は6番4番5番。スタートは正常大ターンバック。2番の遠藤差し返す1番の宇野ですが、リードを取ったのは2番の遠藤、遠藤が先頭立って、そして1番の宇野が2番手、3番手が3番の水野、上位3艇が2番1番3番後続5番6番4番です。少しリードをさらに広げるのか。2番の遠藤、1番の宇野が2番手追走の形です。2周のバックになりました。ここでもう完全に差がつきまして、単独先頭2番の遠藤恵美、2番手1番の宇野弥生、そして3番手3番の水野、2番1番3番後続5番6番4番です。これで先頭2番の遠藤で2周に回り返し、2番手1番の宇野、3番手が3番の水野、2、1、3の順です。スタートは1番の宇野が気合のトップスタート、0体の中盤のスタート、あとの5人はコンマ1前後でした。スタートだけなら1番の宇野勝負あったんですが、やはり地元2番の遠藤恵美、お昼のインタビューでも水面がうねることを期待しています、それがチャンスですと言っていました。1番の宇野が逃げるところ2コースからしっかりと刺して、2番の遠藤が1番の宇野を捉えて前出まして、2番1番そして3番手3番の水野、2、1、3です。これで遠藤は3ユース2回目、今年3ユース2回目の優勝、通算21回目の優勝となります。レディースオールスターフライングに散ったそのリベンジ見事果たしまして、地元の水面2番の遠藤恵美が先頭で5人優勝、2番手1番宇野、3番手3番の水野です。残る3艇5番藤崎、6番田口、最後4番の日高がゴールいたしました。以上第12レース優勝戦でした。それではこの後確定放送ウィンネーラン、そして選手表彰までしばらくお待ちください。